東五郎岩締め、東五郎ワシ目は、甲骨魚類の分類群の一つ。二阿木六花四十八族で構成され、東五郎ワシなど沿岸域に住む海水魚やレインボーフィッシュと相傷される色彩に富む淡水魚など、およそ312種が含まれる。東五郎ワシ目は、世界中の熱帯、温帯域に分布し、約300種のうち200種が、 オーストラリアニューギニアを中心とした淡水魚で残る百種は沿岸付近の浅い海に生息する海水魚である。系統的には脱目、カダやし目と近い関係にある。本目そのもの、あるいは海分類の位置づけには異論が多く、分類体系の確立には問題が残されている。海洋に住む種類では銀色を基調とした体色であることが多く、 銀の縦縞を持つ種類もいる。一方で、メラノタイニアカなど炭水産のグループ、特にオスは、鮮やかな色彩をしていることが多く、レインボーフィッシュあるいはブルーアイと呼ばれ、干渉魚として知られている。日本産魚類は少なく、トウゴロウイワシ、シマイワシ、ナミノハナなど、海産の6種ほどが沿岸域で観察されるすぎない。多くの種類は2つに分かれた背びれを持ち、 前方の一つは、比較的柔らかい棘状のみ、後方の背びれは一本の棘状と数本の軟状で構成される。尻びれにも一本の棘状を持つ。側線はない場合が多く、あっても不完全で未発達である。胸びれは、体側面の高い位置にあり、腹期の位置は通常は腹部だが、胸びれの近くにある種類もいる。孵化したばかりの妖精は、ヒレ状が不明瞭である。 トウ,ゴロウイワシモ目の分類は、幾度かの変遷を経た後、ネルソン2006にルニア阿ク6か48族の構成となった。本目にはかつて三ゴ目、ウイワシアモ目、メラノタイニア目、ベドティア,ア,アモ目が置かれていたが、新分類では、アテリノプスカ魚類が、他のすべてのトガの姉妹群であるとするダイアーラの見解が採用され、現行のニアモ目、アテリノプスアモ目、 トウゴロウイワシアモクとなった。分類はなお流動的であり、研究者間での意見の相違を解決することが、本名の系統分類における課題と考えられている。アテリノプスアモク、アスリナプスイディは一か11属108種からなる。このグループの魚類は、トウゴロウイワシカの赤として分類されていたが、ダイヤーの見解に基づき独立のアモク、かとなった。アテリノプス家、 アスリナプサイデイワニアカ11族108種。南北アメリカ大陸の沿岸海域、寄水域及び淡水域に分布する。トウゴロウイワシめの中で、いわゆる新世界に生息する魚類は、本家を除けば、波の花かなどごく一部に過ぎない。ほとんどの種類は、体長15センチメートルほどだが、太平洋東部に住む一部の種類は1メートルを超える。背びれは2匹で互いに離れており、 胸びれの位置は高い。体は半透明であることが多く、銀色の縦縞を持つ。長頸骨及び前上顎骨の形態に、トウゴロウイワシアモクとは異なる特徴があり、本家及び本アモク設置の根拠とされている。トウゴロウイワシアモクは五科三十七族204種からなる。かつてアモクとして扱われていた、メラノタイニア,アモク、ベドティアアモクは、 本アモクに吸収され、前者はメラノタイニアカ、後者はその中のベドティアアカとなった。ナミノハナカは、ナミノハナシタメ、他のンカは、トウゴロウイワシシために分類される。これは、ナミノハナカが残るンカの起源にあたるグループであるとするダイヤー1996の見解に基づいている。ナミノハナカ、はニ族六種。太平洋、インド洋などに分布する。 海洋性の魚類で日本近海でも三種が確認されている。体は左右に平べったくがは平たする。体高が大きく、胸びれはかなり高い位置にあるなど独特な体型を持つ。最大長は5センチメートルほど。ノトケールス属は1期目の背びれを描くことなどから、波の花属とは別のトガとして分類されていた。メラノタイニアカ。 バイオン赤17属113種で構成される。本海以降の4科は、トウゴ東五郎岩シ下目としてまとめられる。海下の分類には研究者によって異動が多く、アーン、1997は、プセウドムギルカとテルマテリナ科を独立させるなど、経路科を置き、系統順位にも変更を加えている。ほとんどが淡水魚で、オーストラリア、ニューギニア、インドネシア、マダガスカルなどに、 分布する。本科魚類のオスには、鮮やかな色彩に富む種類が多く、レインボーフィッシュあるいはブルーアイと呼ばれ、観賞魚として、水族館や個人のアクアリウムで飼育対象とされる。体は、側平たし、2機の背びれは、比較的近い位置にある。腹びれの最後部のヒレ状が、膜によって腹部と繋がっており、高との間別に有用な特徴となっている。多くの種類では、 体色やヒレ状の長さなどに性的二なりが見られる。麦和鹿は,は一族三種。インド洋と西部太平洋に分布する海水魚。頭部と口の外側に突起状の構造がある。以前は、東五郎岩鹿の赤とされたが、ダイアー及びアーンらの研究に基づき独立したとカとされた。東五郎ダカかワニアカ五族二十二種で構成される。 すべての種類は、ガワヒラタシ、ほぼ透明な体を持つ。デンタテリナ赤は、トウゴロウイワシカに含められることもあったが、現在ではいくつかの骨学的な特徴から、トウゴロウメダカ赤カと近い関係にあることが強く示唆されている。トウゴロウイワシカは3赤12属60種からなる。体長10センチメートル未満の小型の魚類で、トガトは対照的にインド用。 西部太平洋など旧世界の海洋を中心に分布する。日本近海にもトウゴロウイワ五郎クシマ島ワシなど数種が生息する。2基の背びれは広く離れ、胸びれは高い位置にある。体はしばしば半透明で銀色の縦島を持つ。腹びれのヒレ状や、あと、ギサ骨の形態に特徴があり、分類形質として用いられる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。